この間さ、よしログでさ、俺が、渋谷に出来たてのその日オープンした居酒屋に行って、あ、最悪で、うん、名前出せないけどね、名前出せないけど、もう言ったでしょ、俺が言ったじゃん、その最初のビールがまず10分来ない、うん、で唐揚げが冷めてる、うん、で店内が寒すぎて1階の人間全員アウター着て飲んでるとかね、みんなもコートとかダウンジャケットとか着て寒いとか言って、隣のおっちゃんな、灰皿が20分来なくて、はい、ワンドリンクと灰皿来なくて、ブチギレて、ブチギレて帰って、俺たちが、俺とゆきおちゃんが遅れて行ったらさ、俺たちの後に来た人が一杯しか飲んでもうすぐ帰ったりとか、最悪の店で、とにかくで俺たち、俺とゆきおちゃんがついてハイボールくださいで、タクと山明も飲み合ってたからハイボールくださいってハイボール4つ頼む時に、タクがすいません店長さんですかって止めて、俺とゆきおちゃん何にも分かんない、そんな話聞いてないから、店長さんですかって言って、もうお客さん止めたらどうですか、もう新しく入れるのやめましょうと、新しく入れたお客様に出すハイボールと僕らが遅れて出てくるハイボールと値段変わりますか、変わりませんよね、だったら売り上げ変わんないんです、だったら今いる人たちを満足した方が絶対店にとっていいですっていうのを熱く語り始めて、で俺と行くやつはどうしたのタクみたいな、あったらおかしくなったんかなって思ったよ、そしたら店内見たらもうおかしな状況で、あ、なるほどねってイライラしてるんだっていうのがあったの、お客さんがみんなイライラして、もういいこと店にないから頼むから、もう今から入れないで今のいる人たちでなんとか回してくださいみたいなで言ったの、でもうでも出た後にもうここに二度と来ることないなって大とかゆきおちゃんとかで言ってて、で一昨日ぐらいノリと飲んでたのね、家が近くになったからね、筋トレやってるノリと、バビロンのノリとね、バビロンのノリと飲んでたらタクさんとか言って、あの渋谷に新しくできたあのなんとかって居酒屋知ってますかと、知ってるよっつって、あそこめちゃくちゃ良かったっすよ、今度行きましょうよって、いや行かねえよ、あの俺たち同じとこ行ってんのよ、うん、もうバカだからやっぱノリ、ふざけんなっつって、いいわけねえだろっつって、いや俺がで全くさっきと同じ話をノリにしたの、そしたらノリがだからかっつって、だからってなんだよっつったら、あのめちゃくちゃ席空いてたのにどんどん返したんですよ、俺の忠告聞いてんのよその店、タク店変えたのよ、そう俺が店変えたの、じゃあノリ、ノリはめちゃくちゃいい店だったっていう風に言ってるわけじゃん俺に、あん時はほんとひどかったからね、俺のおかげであの店なんとかなる、ありえない、